木村拓哉が、決別、下同学年の、盟友、スマップ解散からもうすぐ7年、消えない、再集結、期待も。放送作家の鈴木治氏、51、が、11月22日に更新された元テレビ東京プロデューサーの佐久間信行の YouTube チャンネル、佐久間信行のノーブロック TV にゲスト出演。元スマップの木村拓哉、51、が熱湯風呂に挑戦した衝撃のエピソードを振り返った。1995年から2015年まで放送された特番、サンマ&スマップ。美女と野獣のクリスマススペシャル、日本テレビ系の2009年放送回では、目玉として、木村が罰ゲームとして熱湯風呂に入ることに。鈴木氏は、熱湯風呂って本当に熱いかどうか体を見ればわかるじゃないですか。木村の体は、真っ赤なんです。熱くしてるんです。すごいのが、最終的にそこの毎分視聴率。30% を超えてた。その瞬間にガコーンと上がって、と驚異的な視聴率を叩き出したと語った。鈴木さんといえば、これまで、スマップ×スマップ、スマスマを筆頭に、スマップの頑張りましょう、サタ、スマ、ベビスマ、すべてフジテレビ系、といったスマップメンバーが出演する番組を手掛けてきました。ところが木村さんとは、決別してしまったと聞こえてきていますね、芸能プロ関係者。初対面で握手を交わしたキムタク&鈴木治氏。テレビやラジオでスマップ、そして木村のエピソードを披露してきた鈴木氏。麒麟、川島明、44、がパーソナリティを務める11月18日放送のラジオ番組、川島明そもそもの話、東京 FM、でも木村との初対面エピソードを明かしていた。ダウンタウンやうっちゃんなんちゃんが出演した人気バラエティ番組、夢で会えたら、フジテレビ系を見て作家になる夢を持った鈴木氏。同番組終了後、同じ枠でスタートしたのがスマップや森口博子、55、らが出演する、夢がモーリーモーリー、だった。鈴木氏は、夢で会えたら、がすごく好きで、それが終わってどんなもんが始まるんだと思って、何だよ。このアイドルとか出てよ、と、当時は同番組にいい印象を抱いていなかったと振り返った。僕もかなり生きってた、という鈴木氏は初めて会った木村に、僕が一発、男性アイドルだからと言ってやらなきゃいけないなと思って、と、自己紹介もそこそこに、俺、夢モーリー、嫌いなんすよね、って言ったんです、と明かし。怒られるかと思ったものの、木村は、そしたら、俺も、って言って、右手を出してくれたんです、と握手を交わしたという。スマップメンバーと交流がある鈴木さんですが、最初に仲良くなったのが同い年の木村さんだったんです。初対面で握手を交わして一気に距離が縮まり、以降、スマップ関連の番組を担当するようになったということですよね、全道。小説、2016万118で書かれた、公開処刑の裏側。鈴木氏は現在も中居正広、51、が MC を務める、中居正広の金曜日のスマイルたちへ、TBS 系、や、中居正広のキャスター中居、テレビ朝日系。新しい地図として活動する稲垣吾郎、49、草薙剛、49、香取慎吾、46、が出演する、悪い子集まれ、NHKE テレ、などの番組の構成を担当している。鈴木さんはスマップメンバー、そして特にチーフマネージャーだった愛氏と懇意で、それは今も続いているそうですが、スタートは木村さんだった。しかし、その木村さんとは距離が離れてしまったと言われています。
やはり、2016年1月にスマップ解散騒動が勃発した際の、スマスマ、生放送内での、公開処刑、とも言われた。メンバーの生謝罪の内幕を小説で発表したことが、きっかけになったのではないでしょうか、前出の芸能プロ関係者。鈴木氏は2022年12月の文藝春秋、文藝春秋で小説2016-118を発表。小説という体裁を取っているものの、生謝罪の裏で起こっていた詳細を明らかにしたのだ。2016-118では、2016年1月18日の前日夜に急遽、番組の一部を生放送に変更すること、メンバーの口から解散騒動について説明すること、鈴木氏が構成作家として5人が話すべき台本を作ったことなどが明かされる。創業家からのダメ出し。何事にも常に全力で臨んでいた、拓也、こと木村拓也、いつもグループを俯瞰的に見てきた、リーダー、こと中居正広、メンバー内の架け橋になって、普通、を作ってくれる、五郎ちゃん、こと稲垣五郎、誰にでも優しい、強し、こと草薙強し。一番年下でやんちゃでありながらグループを動かすことも多かった、慎吾、こと香取慎吾といった具合に、小説ではメンバーそれぞれの個性もしっかり書いていた。鈴木氏と番組プロデューサー、番組演出は、2016年1月18日の生放送で5人が言う言葉を、本人たちにヒアリングした上で紡ぎ出していった。これまでたくさんの人を笑顔にしてきた彼らに、悲しい言葉を言わせたくなかった、という思いから鈴木氏が形にした台本は、解散騒動で迷惑をかけてしまったことに対する謝罪の言葉だったようだ。ところが、生放送1時間前にある人物からダメ出しが入ったことが明らかになるんです。その人物というのがメリー北川氏、享年93、ですよね。小説では、創業家のトップの一人で、超巨大プロダクションを作り上げてきた女性から台本に猛烈なダメ出しがあった、というように綴られていましたが、明らかにメリー氏のことを指しています。ワイドショー関係者。A4 の用紙に綴られたダメ出しには、生放送の中でメンバーが絶対に言うべき言葉が綴られていたといい、鈴木氏やプロデューサー、演出はその内容を目にして、5人で説明するはずの放送が、1対4の放送になってしまうと危惧。しかし、事務所のトップからの指示ということで従う必要があったという。そこで鈴木氏とプロデューサー、そして演出が頼ったのが、剛だった。3人は楽屋へ向かい、お願いを申し出ると、剛はそれを受け入れる。ジャニーさんに謝る機会を木村くんが作ってくれて、草薙剛が語った言葉。2016年1月18日、草薙は生放送で、皆さんの言葉で気づいたこともたくさんありました。本当に感謝してます。今回、ジャニー、北川、さんに謝る機会を木村くんが作ってくれて、今僕らはここに立ててます。5人でここに集まれたこと、安心しています。と語った。草薙さんが状況を受け止めてくれ、自らが犠牲になってメリー氏が指示した言葉を語ったということですよね。しかし、これで4人と木村さんの考えが相反していることが明らかになってしまったんです。鈴木さんは小説で、木村さんだけが悪者だったと書いたわけではない。その日に起きた真実を小説として書いただけ。ただ、番組の構成の中心にいた鈴木さんが当時の内幕を書いたことで、改めてスマップ解散騒動、あの日の公開処刑に注目が集まってしまいました。前出のワイドショー関係者。
当時、解散騒動を招いたと見られた木村、妻で歌手の工藤静香、53、には批判が殺到。2016年当時に、フライデー、講談社の直撃取材に対し、工藤が裏切り者だなんて、誰かが裏で仕組んでるのかなって思っちゃう、どうして私たちが裏切り者、呼ばわりされなきゃならないの、と、記者の前で言い放ったことも話題を呼んだ。鈴木治氏は24年3月をもって放送作家業&脚本業から引退。前出の芸能プロ関係者は言う。鈴木さんは多くの関係性が切れることを覚悟であの小説を出したのでしょう。ただ、鈴木さんとしても当時のことを何かしらの形で世に出さないと前に進めないという葛藤があったのではないでしょうか。鈴木氏は10月12日、自身の SNS を更新して2024年3月31日をもって放送作家業と脚本業から退くことを発表した。2016-118を書こうと思った時点で引退を決意していたのかもしれません。ただ、木村さんにしてみれば、墓場まで持って行ってくれよ、といったところだったのではと、スマスマの公開処刑から数年、木村さんは猛バッシングを受けましたが、今、その裏側まで表に出す必要はなかったのではと感じているのでは、ということです。スマップ解散から間もなく7年、中居さんと香取さんが4月に、松本中居、フジテレビ系、で共演を果たしたほか、ジャニー喜多川氏、享年87、の加害問題を受け、旧ジャニーズ事務所は解体。タレントはエージェント制へと移行することもあり、5人の再集結にも期待が高まりますが、スマスマの中心にいた鈴木さん、スマップの中心にいた木村さんの距離が離れているとなると、それも難しいのかもしれませんよね、全道。日本芸能史のナンバーワンでオンリーワンの国民的グループと称されるスマップ。5人の再集結は、もう叶わないのだろうか。